こんばんは、斎藤紹介ディース。合ってるディース。<laughs> 書いてあるから、やっぱ。忠実にやっていきますよ、私は。<laughs> ということで、何ディースって。まあいいや。えー、お便り読みますよ、ということで。えー 突入スペシャルのお便り、まだまだいただいたので読みたいと思います。ラジオネーム、つかねさんからいただきました。女性の方です。ありがとう。えー、シュカシュ、こんばんは、こんばんは。えー、ついに、シュカラジ、2年目、おめでとうございます。ありがとうございます。いつも楽しく聴いています。シュカラジはいつも元気をくれて、毎回、シュシュシュが流れるので、今では自分の中でも定番の曲になっています。パッチワークも来月には発売 でですすしししワワクワクてて待ちきれれないですこれからも応援してますといたただきましたあ、りがとうございますます、あ、先週からアルバムの中から一曲ずつね、フルバージョンをみんなに聴いてもらってんですけど。まあ今日もきっとあるんじゃないかというね、三週連続で言ってますし。<laughs> もしかしたらないかもしれないかな。斎藤一週間の気分でもしかしたら決まるかもしれない。今日はないっかつって。<laughs> 先週も斉藤氏がバリバリリ嘘ついいててるよっていうね <laughs> そんなことはしません。皆さん待ってますからね。今日も最後まで聞いていただけたら嬉しいです。それでは、斎藤主会主からチスタート 番組の途中ですが、fm ナックファイブからのお知らせです。現在送信設備のトラブルが発生し、7月28日午後8時過ぎからラジオでの放送を中断しております。お聞き苦しい点がありましたことをお詫び申し上げます。復旧の情報に関しては、ナックファイブのホームページをご覧ください。